といいやつ。うーん、サイコちゃん弱いな。あ、復活した。よかった。ボーナス？あ、ワルプルだ。よし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 、いいぞ、乗せましょう。さあ残り13ゲームですから今。いや継続率いいといいな。頼む、これにかかってる今日の勝敗が。だいたい勝てますんで。次よ、問題は頑張ってください。ああ、まあまあまあ、しかも中引いたんで、もしダメでも勝ち替えが。あ、そういったか。よい、よし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 。十。なんかバカ出てくると、なんか嫌な感じしかしないんだよ。あ、怖いよ。あ、でも弱いし、またなんか引いた。好きだな、スイカ。よし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 。スイカが効いてるのかどうかも全然わからないけど、まあ、スイカでもね、めちゃめちゃ勝ち替えのあれも薄いんで。さやかばっかり。5000までは行きたい。毎回この人出てくる。あ、やばい、これはやばい。頑張れ、カモン。ああ、よかったよかった。さあ5戦目、いいね。5戦目はね、もう一撃がありますから、まあ、勝たないとダメですよね。あとボーナスの抽選も5戦ごとに。ああ、また頼む。おお、結構いいんじゃないかな、継続率。50% ではないでしょうね。からのもう一撃なんでしょうか。お、おった、あ、かわ、やった。待って、私でもこれ苦手なんだよな。全然伸びないんだ、ゲーム数が。青いし、青だもん。まああんまり期待しないで。あ、まあ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 いい、全然いい。80ゲームぐらいいったでしょこれで。頑張って。おーおーおー、行くしね。普通に継続してくれてんだろうな。おお、もう一丁。ちょっとスイカっていうのが惜しいけど、まあまあ、いいゲーム。さやかばっか、なんかいいのいいの来てくれないですかね。継続率が示唆しているやつ。もう毎回ワルプルギス来るし。あ、これは弱いな、ちょっと。あー、嘘、それでやられちゃうの。嘘、村ちゃんがそんな子だとは思わなかったよ。おー、まだだった、やっぱりね、いい子、マジで。よし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 。ほんとさやかしか出てこない。あんまないけどね、こんな。
やったね。気持ちいいですな。はい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 、もう300ぐらいになりました。一気にもうね、もう終わってもいいかなぐらいの気持ちですもんね。いやでもまだ頑張れる。おむらちゃん、うん、まだなんだよな。すごい続くな。もう一撃、あ、そっかそっか、さっき共通引いたから。え、あ、まあ青めっちゃ伸ぶってあるんだっけ。お二人のやっといい絵が出ました。あ、嘘。よし、なんか連絡聞きたい。ちゃんから攻撃することはないのか。あ、やばい、落ちた。まあ、10戦目なのに。立ち上がれ。あー、終わりか。あ、終わった、終わっちゃった。123ゲームのせプラス、さっきの200ゲームも乗ってるんで323ゲームのせですね。素晴らしい。残り335ゲームだいぶ余裕ができましたよ。これプラス見えてきた。現在総投資が2万7000前後なので、今ね多分500枚あるでしょ。150枚ぐらい、300ぐらいはあるんで、1000枚は絶対。本当こっからいけるな、いける、プラス引きいける。あとこの中で何回かボーナス引いて上乗せもあったら届きます。プラスいけます。よし頑張ろう。乗せるかい。はい、逆手で乗せ。まあ200ゲーム台で来てるんで、まあボーナスかな。通常 A ですね。まだまだ おーでかい、ざっくり。はい、235ゲーム、ボーナスです。ゲーム数早いな。ボーナス、お、いいね。あー弱点、うん、10。
を最後に。僕はいつだって君の近くにいるよ。まぁ、ちょっと天国を買うもしれない次回で60ゲーム。すごい乗った。いいですね、いいですね。いや、500枚ぐらいはプラスにしたいな。ここのベガスベガス成沢店さん、まあ、前にも1回来てますけど、すごいいっぱい景品が豊富なんですよ。なんでいいの持って帰りたいなって前回も言ってたら、まあ、前回はプラス多分確か何十枚か本当にで、小さいもの1個しか取れなかったので今日はでかいものをゲットして帰ります。はなさそうですね。あ、でも強めさやかちゃん。あ、ダメだ。はい、残念ながら天国抜けちゃいましたが、ジョンは抜けちゃいましたけど、まだ200ゲーム残ってる。まだまだ伸ばせます。結構はー281ゲーム。あ、バルプルギスね。来ました来ました。でしょうね。悪かった、しょうがない。お、ゲーム頑張って。420枚獲得です。
ことがあったりはしない。まあでも引き戻しがあるかもしれないので、ちょっとは回しましょうか。まあ引き戻しもなさそうで、もう終了ですので、ここで終了とさせていただきます。まああるでしょう、回収はしているでしょう。何枚ぐらいねプラスなのか分かんないですけど、前回の、ここ成沢店さんでの実践の時よりはプラスになってるといいなと思います。お疲れ様でした。さあ実践終了でございます。お疲れ様でした。本日ですね、バーサスに始まり、魔法少女まどかマリカと、打たせていただきまして、結果の方はどうなっているんでしょうか。早速結果発表させていただきます。投資が2万7000前後、追加前後しまして、2万7000前後使いました。そして回収がなんとなんと1648枚ということでプラス298枚です。やったね。よしね、最後にね魔法少女マドカマリカに移動したのがかなり良かったかなと、大成功でしたねと思います。まあバーサスも全然悪くなかったんですよ。もう悪かったのは私の引きだけで、あの子役確率もめちゃくちゃ良くて、むしろ捨てがたい台だったんですが、ここはねやっぱ島全体すごい盛り上がってたので、マドマギが、まあ私の台も通常時ほとんど回してないんでぶっちゃけあんまり分かんないんですけど、まあ、もしかしたら良かったのかなという感じです。ということで今回なんと、5連敗の危機だったんですけれどもね、なんとか回避いたしまして、皆様へのプレゼントゲットしてまいりました。さあ298枚プラス、この辺ね本当は欲しかったんですけどね、大体全部500枚なんですよね。あ、惜しいな。ハローキティ空気洗浄機300枚、あと2枚足りない。何これちょっとかわいいあ、これ取れますけどね。200枚、すごい。この辺はダイエット系ですね。私が欲しい。でもこの辺もね、まあまあ、あ、でもあ、なんか持ってたな、これ私、似たようなやつ。これなんですか？あ、めっちゃ気持ちいいこれ。あ、なるほどね。真ん中に穴が開いてる。ドーナツクッションとはまたちょっと違うけど、ホールピロー。あ、でも待って、298枚だからこれと腹筋クッションいけますね。で295枚ギリギリ、これでいこう。よし決まった。はい、一つ目はこちら、ホールピローということで、穴が開いとるクッションですね。はい、まあ、なんかいろいろ使えるのが書いているので、まあ、枕として普通に使ってもいいし、まあ、椅子に腰掛けるときに使ってもいいし、車の運転中なんかも良さげな、まあ、特にあれですね、机で寝たいとき、まあ、私はもう授業中これあったらよかったなって思いますね。はい、まあこちらのホールピローですね、すごい柔らかい気持ちいい素材になっているので、はい、1名様の方にプレゼントさせていただきます。そしてお い, おいおいおいどっちかなこれ。はい、こちら、腹筋クッションです。なんか結構エクササイズ系な、エリアからあの2つ持ってきたんですけど、こちらの腹筋クッションですね。なんか腹筋が鍛えられるということですいうことです。いやむしろ私が欲しいわというやつなんですけど、はい、座るだけでなんと
ぽっこりお腹をシェイプアップできちゃうという、はい、優れものになっておりますので、こちらを1名様の方に、プレゼントさせていただきます。さあ、そして今回ですね、追加前行もしておりますので、こちらのはっちゃき T シャツですね、絵が書いてありますオレンジの新しいバージョンのやつ、こちらをプレゼントさせていただきます。こちら3名様の方に、プレゼントとなりますので、こちらそれぞれのプレゼントですね、ご応募の方はいつも通り、LINE アットの方を、V プレス動画の LINE アットを、フォロー、お友達になっていただきまして、そこに私が今回のキーワードを、発表させていただきますので、そのキーワードを添えて、住所を添えて、名前を添えて、メールの方でご応募ください。たくさんのご応募お待ちしてます。さあ、それではここで、プレゼント発表をさせていただきます。当選者、こちら愛知県にお住まいの新見さん、おめでとうございます。番組の感想、久々に勝利おめでとうございますということで、私この時も多分負けてたんですかね。すごいね、すごい調子悪いって言ってたんでしょうね。今日も同じこと言ってましたけどね。はい、ありがとうございます。で、最近自分自身負けばかりで落ち込んでましたが、何か勝利できるようなきっかけになりそうです。なるほど。もっともっと大勝ち、もっともっと大勝ちできるように得意機種のハーデスとか見たいです。なるほど、以上です。はい、今後も楽しませていただきますということで、そうですね、得意機種のハーデスとか見たいですっていうのは、私が得意機種ってことですかね。私得意機種なんですかね、ハーデス。初耳ですが、はい、そうですね、たくさん勝てるように結構荒めの台もね、手を出していきたいなとは思っております、今後。はい、ということで、こちらの愛知県にお住まいのニーミーさん、ちょうどここのベガスベガス成沢店さんで、ゲットしたルームフレグランス、こちらの方をプレゼントさせていただきます。さあ、ということで、今回は見事勝利ということでですね、もう危うく7連敗の危機も結構見えてたんでね、危なかったです、本当に。やっぱね、ここベガスベガス成沢店さんね、結構相性いいんじゃないかなと思ってますんで、また、次回もお邪魔できたらなと思っております。さあ、次回はですね、どうなるんでしょうね。まあ、ただ連勝というものを私してないんですよ。多分3連勝もしてないんですよね。あって2連勝ですよね、はっちゃき。なので、まあ、勝利をつなげていきたいなと思っておりますので、また次回ですね、しっかりプレゼントゲットできるように頑張っていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。